皆さんこんにちは。あなたも行きたいです。今回は新潟以来の一人旅となります。3泊4日の間よろしくお願いします。さあ、いつもの水槽を見に行ってみましょう。ここに来ると沖縄に来たことを実感できます。皆さん写真を撮られていますね。空港の外に出ると大阪よりも暖かいです。これからレンタカーを借りに行きます。レンタカー借りることできました。はい、今から飯食いに行きたいと思います。着いた早々曇ってますけど、台風2号の影響で滞在するのは4日間。今日は一応曇りの予報やけど、とりあえず飯食いに行く。早い。いきなり道を間違えました。めちゃくちゃ遠回りしてきた。なんとか見つけることできた。ジェフ来た。目的地です。はいはいはい、来ました。これどこ止めても宴会な。これジェフ分からんけど、ええんやろな。今頭入れか。郷に行っては郷に従えですね。初めて見るメニューに釘付けです。とりあえず入店しましょう。お邪魔します。以前から気になっていたルーヤルバーガーのセットを注文しました。ジェフ富城店の店内の雰囲気です。店のど真ん中にモニターがあります。ました、ヌーヤルバーガーのセットです。ジェフの看板メニューにゴーヤーバーガーというのがあります。そのゴーヤーバーガーにランチョンミートをサンドしたのがヌーヤルバーガーだそうです。ゴーヤーバーガーといってもゴーヤーが直接サンドされているのではなく、ゴーヤーを卵でとじて卵焼きみたいになっています。ランチョンミートと卵焼きが見えます。いただきます。美味しいです。そんなにゴーヤーの味は強くないです。ランチョンミート、卵焼き、チーズ、マヨネーズ、この組み合わせは美味しいですよね。とても美味しかったです。ごちそうさまでした。店内では時間がゆっくりと流れているように感じました。ジェフ富城店を後にします。あージェフ美味しかったな。うまかった。高速乗りました。今から観光行きましょう。北中城、なんかそれっぽいのが見えてきました。カツレン城跡。こんにち は, こんにちは。お世話になります。カツレン城跡の関連施設、あまわりパークにやってきました。ここは歴史文化施設として、精巧なジオラマ、城跡からの出土品等が展示されています。カツレン城跡へは歴史文化施設を出て少し歩くことになります。カツレン城跡ではカートで途中まで行けます。帰りは左の道を歩くとのことです。はい、やっぱりずいぶん楽ですね。やっぱりね、上りこれは、あ、これ結構な勾配ですね。60m ぐらいになってきてるので、あ、結構やっぱ高台なんですね。こちらまでが、ただこの奥は階段登って形で、はいはいはい、この階段の下からカートで一気に上がってきました。だいぶ楽やわ、ほんま。風は強いけど、頑張って上まで行こうか。階段は整備されていて歩きやすいです。
カートを降りて少し歩いただけです。カートを降りた場所があそこです。あー、これ晴れてたらな綺麗な海が見えます。すごいね。立派な木が目に入りました。近寄ってみましょう。何か説明書きがあります。ツヌムトゥ、カミンチュと呼ばれる女性祭司たちが腰掛けたと言われる石です。でもこっちの木もすごいよこれな。立派な木です。ここは台所であったと考えられているそうで、火の神を祀っているそうです。ここにも立派な建造物があったのでしょうね。牛の字窯です。窯、ここ窯になってんか。ここ穴あんねんな。すげえ。あ、ここに海中道路見えてあるな。ここから海中道路が見えました。あ、ちょっと上行けそうやな、入ってみよう。よいしょ。あ、整備されてるからちょっと階段を歩きやすい。あ、蝶々と寝る蝶々。何蝶々か分からん。これもなんかすごい石垣やねこれ。よいしょ、来た。一応天守閣跡みたいな来たか。ここは活連城内で最も高い位置に築かれた曲輪です。完全に息が上がっていますね。標高約100メートルからの見晴らしは最高です。皆様にもこの素晴らしい絶景をぜひご覧いただきたいです。活連城跡を後にします。さあ、海中道路入り口来ました。はい、天気は曇り。この海中道路はほぼ直線で全長約5キロメートルです。青いね。曇ってるけど青い青い。海の色のことを言っています。これから海中道路に行こうかどうしようかと思案中なら、ぜひ行ってみてください。きっとお気に入りの歌をこんな風に口ずさむことになっているでしょう。真ん中あたりに海の駅綾橋館があり、休憩できます。浜比嘉大橋見えてます。浜比嘉島もおすすめです。浜比嘉島へ行くにはこの交差点を右折します。今回は直進で宮城島へ行きます。到着。目的地は右側にあります。はい、了解。花風バンタへやってきました。花風は沖縄の方言で幸せ、バンタは崖や岬という意味だそうです。花風バンタは幸せ岬ということですね。昨年の沖縄シーズン2で宿泊したホテルが花風リゾート付着コンドホテルだったので、この時花風が幸せなんだと分かりました。残念な空模様ですが、海の色が鮮やかな青さでとても美しいです。ちなみに天気がいい時はこれはすごいですね。また見に行かなくてはなりません。
花荷滝はパワースポットだそうです。花風バンタを後にします。次にやってきたのは池井大橋です。結構面白そうやな。これ向こうが池井島、こちらが宮城島です。曇っていても海が綺麗だと分かりますね。池江島に渡りました。ひまわりの咲くフラワーロードがあるとのことで来てみましたが、まだ時期が早いのか、これは何かが違うと思い U ターンします。沖縄のひまわりは1月頃から2月頃に咲くそうです。時期は終わっていたようです。私のイメージでは夏の花だと思っていたので、この時時期はまだ早いのだと思いました。瞬間やけど渡ってきました。ひまわりまでやったと思う。去年の8月に来た時も台風の影響でこんな曇天でした。次は晴れた日に走ってみたいですね。少し休憩しましょう。浜比嘉大橋、浜比嘉島見えてます。向こうに見えているのが海の駅綾橋館です。反対車線側になります。これから沖縄の名物焼き汁をちょっと食べに行こうかと思います。結構癖ある食べ物やから好き嫌い分かれるみたいですけど、自信あるかないかっつったら半々ぐらいかな。ビアンビアン、目的地は右側にあります。なんとか到着しました。こんにちは。ヤギ定食の中を注文しました。来ました、ヤギ刺しもあります。まずはヤギ汁からいただきます。独特の風味ですが栄養たっぷりという感じです。美味しいです。次はヤギ刺しをいただきます。薬味の生姜を絡めていただきます。獣臭はなく歯ごたえがあります。噛むほどに味がします。美味しいです。これはチーイリチーと言います。チーイリチーとはヤギの血の炒めに出すそうです。滋養強壮効果があるそうです。いただきます。他の食肉のレバーの風味がします。初のヤギ料理、とても美味しかったです。ごちそうさまでした。お店の方の話では、ジンギスカンが食べれる人はヤギ汁も食べれることが多いそうです。南山のヤギ料理おすすめです。美味しかったです。ヤギ汁うまい。腹いっぱい。まだちょっとお腹入りそうやから、もう一軒行ってみましょうか。はい、レッツゴー。さあやってきました。チャーリータコス、タコスとタコライスが楽しめるチャーリーセットを注文しました。多くの有名人たちが来店しています。来ました、とても美味しそうです。
人生で2度目のタコスです。タコスはビーフとチキンを選びました。サルサソースをかけすぎたかな。いただきます。音が聞こえるほどタコスの皮がパリパリです。うまこれは本当に美味しいです。続いてチャーリーライスをいただきます。美味しいです。タコスにチャーリーライス、とても美味しかったです。ごちそうさまでした。チャーリータコスを後にします。沖縄南から高速乗りました。お腹いっぱいです。今ほんまにパンパンですわ。ほんまよくだ晩飯いらんなこら。実は私糖尿病を患ってまして、糖尿病患者の指標っていうか数値化したのでヘモグロビン A1C っていうのがあるんですね。それがずっと 6.3 とか 6.5 ぐらいで推移できてたんですけど、薬飲んで血糖がコントロールできてますよっていう形やったんですけど、年明けの健康診断で7超えてもうたかな、かかりつけのお医者さんに怒られて、ダメなんですよ今だから血糖値だいぶ上がってると思いますわ。もうめっちゃ食うだから、ここ来る直前解決して、まだそれ結果出るのがちょっと先なんですね。それまた皆さんにお知らせしたいと思います、そのうちね。ヘモグロビン A1C 7の男でした。健康な人のヘモグロビン A1C は 5.5% 以下だそうです。道の駅巨大に立ち寄りました。最後の晴れ間やろな。去年の2月末以来の訪問となります。この時は甥っ子の T 君と一緒でした。ここは食いしん坊の私にとってワクワクさせられるところです。このパネルがあることに前回は気づきませんでした。ビッグボス。前回は食べる予定がありかなりセーブしました。今回はすでに満腹状態です。普通ならば何軒か食べ歩きしたいところです。ラッキーです。まだ売っていました。三ツ矢本舗のサーターアンダギー。私の今までの考えを覆させたサーターアンダギー、これは食べておかねばなりません。まずはプレーン、続いて初の紅芋、とりあえず2個だけにしました。持って帰って食べようかとも考えましたが、これが目に入りました。おっぱ牛乳、これはサーターアンダギーに合うでしょ。すいません、こうなるといつ食べるの今でしょう。去年天ぷらを食べた場所に来ました。完璧な組み合わせです。このおっぱ牛乳一度飲んでみたいと思っていました。美味しいです。いただきます。美味しいです。続いてプレーン、いただきます。美味しいです。安定の美味しさです。ごちそうさまでした。道の駅巨大を後にします。目的地は左側にあります。よいしょ。部屋入りました。こんな感じ。
人だと十分な広さです。外はどうでしょうか。あ、迎えに金秀でなんかいろいろあるわ。見て、9時から11時おっ、おろそやな、おなんかいけそうやな。泣き人桜市場、でっかい風車を回ったろ。早速買い物に行ってきましたよ。向かいのスーパーで買ってきたサラダ油半額、見えますかね、半額。これお分け価値、これかかりつけ医の先生見たらもう速攻するやろな、これこれって最後仕上げのこれや言うから。本日3個目のサーターアンダギー、美味しかったです。ごちそうさまでした。皆様の旅のご参考になりましたら幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録をお願いいたします。それではまたお会いしましょう。